コンスタンティノス10世ドゥカスは、東ローマ帝国、ドゥカス王朝の初代皇帝。アンドロニコスドゥカスの子。中世ギリシア語読みでは、コンスタンティノス10世ドゥカスとなる。1059年、皇帝イサキオス1世コムネノスが退位した後、元老院議員であったコンスタンティノスが皇帝として、即位した。即位後は、 コンスタンティノス九世モノマコスと同じく軍事を軽視した。そのため軍事力が低下し、結果として帝国東方からはセルジューク朝北方からはペチェネグ、西方からはノルマン人の侵攻を受けて領土を次々と侵食されていった。また財政難を補うために官職売買制度を導入して完成を乱し、 中央政府の地方に対する行政能力を低下させた。この時は、元老院議員の数が1万人を超えたという。皇后エウドキア・マクレンボリティサとの間に後に皇帝となる、ミカエル7世ドゥーカスがいるが、エウドキュアが再婚したロマノス4世ディオゲネスが皇帝位を継いだ。エウドキア・マクレンボリティサとの間に、以下の子女を設けた。 ありがとうございます。